命に感謝していただきます。まあ、別に何か食うわけでもないんで。冷えとんな。またやってくるね。年末ってくだらないことばっかりやってるよな。なんだったっけ。年賀状とかさ。あれ、ほんといらないと思わない。俺、いらないと思うね。無駄でしょう。大量に買い見つかって大量に車走らせ配達していらないよね。ほんと無駄だと思わない。2020年ですよ。手紙書いて送るんですよ。地球がどれだけ悲惨なことになってんの。文化とかどうとかボケが言ってる奴らもいるかもしんないけど、いらないよね。メールでよくない？と思う。今日ね。種をもらったんです。ちょっと変わってる種なんですけど、旅人の木っていうんですけど、これはね、またね、なんかすごいロマンがあるような、まあロマンっていうか、まあ本当なんですけど、まあなんつうのかな、こう、旅人の木ってね、なんつうのかな、俺ね、ハワイでもね、たまに、ちょこちょこ見るかなっていう、そんな大量にあるような木でもなく、こういうなんか扇形の、なんかこう、南国の系の葉っぱって見たことないですか？こういう、まあ、こういう扇形ですよ。イチョウの葉みたいな。で、こう、ヤシっぽい葉っぱ。で、なんかね、ホテルの入り口とかによくあったような、まあ、たまにこう、民家にもある、まあ、そうないね。そうないね。っていうのが、俺の、まあ、俺のイメージです。記憶のイメージなんですけど。で、こっちあんまないなと思ったんですよ。まあ、あんまりっていうか、ほぼ見たことなくて、ちょっと髪の毛ね、切ろうと思うんですよね。近々。マジで。いや、全部切らない。だってこれ切ったら坊主になるからね。まあ、まあ、ちょっと、またお見せしますが。で、旅人の木っていう、こういう葉っぱの木の種をもらったんですよ。しかも、3個だけ。で、2個は今、発芽の準備に取り掛かってるんですよね。いや、まあ、すげえ時間かかると思うよ。まあ、何年もかかるんじゃない？なんか俺なんかね、何年もかかるような木みたいなやつ、結構今ね、やってるんですよね。フルーツ系。まあ、ね、7、8年かかると思うんですよ。まあ、沖縄だからね、そうか、全部あれか。でも、まあ、早いかもしんないね、沖縄なんで。だから今日もちょっといろいろ畑探しててね。まあ、俺がそれまでに生きてるかどうかもわかんないよ。明日死ぬかもしんないし、1年後に地球があるなんて、そんな、保証はないしね。でも、まあ、なぜか、そのフルーツ系だから、パパイヤは木じゃないか。木になるような、時間がかかるようなやつ、なんかすげえ結構増えてきたんですよね。あれなんだったっけ？島唐辛子も今あって、今は乾燥させてるんですけど、このどの状況で種を取り出したらいいのかなと思ってね。なんせほら、狭いじゃないですか、ここが。だからね、なんか一軒家プラス庭付き、まあ庭付きとなると1階ですよね。
で、今より安くみたいなとこないかなと思っていろいろ探したんです。畑も探してたんですけど、まあ、畑だけ借りるってのと高いじゃないですか。だから、まあ、その一軒家、理想のやつはなかったんですけど、なんかいいのないかなと思ってね。なんかもう、古くてもどうでもいいやって気になってきたね。なんかとりあえず、一軒家で、やっぱ庭付きで、やっぱ田舎ですよね。できたらうるまがいい。できたら島がいい。まあ、探してるんですけど、まあ、またちょこちょこ見てね。まあそういう探し方もあるし、あと人との、なんていうの、人の、コネとかね、まあコネっていうか、まあ知り合いから借りる、まあ知り合いそんなにいないんですけども。でもやっぱこの前もね、近所のその野菜をくれるおばさんが言ってたんですけど、あそこの畑も、要は、なんか、おじいちゃんに借りてると。おじいちゃんに借りてて、おじいちゃんの土地もあるんですよ、別で。で、俺見せてね、ああ、思いっきりもう雑草が茂ってて、なんか家もある、家っぽい小屋みたいなとこもあるんですけど、それも全部こう、草で覆われてるっていうか、もう結構高い草で、家も覆い尽くすぐらいの草ですよ。で、ああ、これって使ってないんだったら、ここってない、そのおじいちゃん貸してくんないんですかねっていう話をしてたんですね。そしたら、いやー、貸さないと思うよって言って、あ、それなんでなんですか？でもかなり頑固らしい。いや、多分貸さない。いや、絶対貸さないでしょうねっていう話をしてて、ああ、そうか、こんだけ言うんだったら間違いないなと。まあ、こうね、手当たり次第、なんかこう、なんかこう借りれんのかなっていう隙があったらすぐ入っていくんですね、俺ね。まあチャンスを逃さないと。でもまあ、そこもダメだったし。でもね、なんか今借りてる畑って、まあ、今すげえ強風が来てるんですけど、まあ要は山のふもとってあるということは、まあ、いろいろ畑をいろいろ見てたんですよ、今日ね。いろんな畑を見せて、畑って結構ね、なんかこう、広いとこにダンってあるようなのが結構多い感じがしてきたんですね。ということは、風が来ると守ってくれるものがないんですよ。だからみんななんかこう、畑見てると防風林を立ててるんですね。まあ、いろんな防風林ですよ。それこそ千年木もいるんですけど、千年木ってやっぱ下通り抜けるからね、大きくなるとね。まあ、千年木やってる人もいるし、近所でもね。あとハイビスカスとかね、まあいろいろですよ。で、やっぱりああいう広い平坦な土地っていうのは、ああいう風よけっていうのは必要だなって思った。俺、よくよく考えたら、俺が借りてる畑って、まあ、ある意味、山で覆われてるよなと。逆は山で、山と草で半分覆われてて、要は正面だけが、まあ、正面というか、まあ、一部分だけが、こう、風が入ってくるところなんですよね。もうある意味いいのかなとふと思ったりもしたんですよ。まあだから、俺の理想はなんかこう山の中にある家の中の目の前が畑みたいな。でも車の音もしない、人の声も聞こえない、もう、なんていうの、もう風の音とか、もう鳥の声とか、もうそれしか聞こえないような場所がもう、これが最高の理想なわけですよ。いや、今日もね、風がかなり強いんですけど、だいたい10メートル以上、まあ10メートル吹いてると、10メートル、12メートル吹いてるともう、
橋の上なんかもうとてもじゃないけど自転車で走るのが怖いわけですよ、俺。だから、今日はちょっとなんか誘いがあったんですけど、行かなくて。まあ、風強いでやっぱ怖いんですよね。もう風が怖いと思った。やっぱあの時台風の時出かけた時、まあ、マジで怖いと思ったんですね。まあ、橋の上、特に夜。いきなりの突風がブワーってくるわけですよ。だから10メートルって、まあ、出してても、12メートルって言ったけど、12.2って出たのさっき。きつい。12.2だったら、下手したら瞬間最大風速なんか15、17とかいきなり来る可能性あるよ、橋の上なんで。そんなの、自転車で来ていきなりブーって踏ん張れないじゃん、いきなり来ると。やっぱ怖いんですよね。だからね、風が強い日はね、歩くのはまあまあいいけども、まあそうで、畑をね、もう、ある意味、まあどこに行っても風が来るんであれば、あそこはあそこである意味、まあ安くで借りれてるんで、まあ置いとく気はあるんですけど、そのまま置いといて、やっぱりもう一個どっかで同じくらいの広さぐらいですよね。やっぱそんな広いとできないじゃん。だから40坪ぐらい、そうですね、80坪ぐらい、まあ、パパイヤやるんだったら倍でもいいですよね。でももっとやっぱり、こう、まあ、森の中ではないけど、まあできたらそう、絶対ね、この前新庄さん言ってたもん。芹さん、畑なんてね、いくらでもあると。土地がいっぱいあるんだから、探そうと思えばいくらでも出てくるよって言ったんです。で、俺それ言われた時に、ですよね。俺もね、その畑を探すこと自体に、難しさはないだろうなって思ったんです。もちろんその不動産とか見るっていうのも一つの方法なんですけど、やっぱりもっと安くで借りるには、やっぱ人のつてがね、やっぱ安くで借りれんじゃん。だからまあ、140坪ってあったね、そういえば石川に。遠いんですよね、石川。でしょう、やっぱあっちもこっちもね、そんな目かけられんしね、何キロあれや、あそこまで石川まで自転車で余裕で超えるね。まあぶっ飛ばして、まあ石川のどこにもなるしね、石川っつっても広いからね。そうよ、厳しいね。今日ラーメン食おうかな。やっぱ俺ラーメン好きかもしんない。俺思った最近。いや、体に悪いなって思いながら、なんかね、ものすげえね、体が塩分欲しがるんですよね。やっぱすげえ汗かきっていうのもあるんですよ。汗をかいてるんです、常時。手。まあ、足も、その手も足も、汗をかくんですよ。もちろん、外に出たら顔もかくし、体もかくんですけど、基本こう手はかいてるんです、汗を。常時、一般の人よりは確実に汗を放出してるんですね。今も汗かいてる。だから、汗ってやっぱ塩分じゃない。塩分バンバン出るってことで、やっぱ塩分を体がやっぱ欲してるのかな。やっぱまあ、そうだと思うんです、俺は。だって普段さ、こうやってさ、汗かいてないわけじゃない、手って。多少なりともかいてると思うけど、多少のレベルを超えてる汗のかき方をしてるわけです、俺の手はね。で、まあ、なんつうの、ガキの頃からですよ。俺、ガキの頃から汗かいてすっげえ嫌だったの。もう本当になんかこう、女性と手をつなぐことってあるんじゃない、なんか、催し事で。なんか運動会とか、そういう時がものすげえ嫌で、今はもう何ともないけどね、まあ、大人になってね、そういう手をつなぐっていうことは、まずほぼないから、まあそういうのはまあいいんですけど、でもまあ汗かくんで、その分塩分を取りたかっ
ってると俺は思うんですよね。寝てる時も暑いじゃん。で、なんか、とね、食べ物、ラーメン置いてあるんじゃない？ラーメン見たら、うわ、やっぱ腰があるんです、見てるだけで。と思って、でも体に悪いよなって思いながらこう見てるわけですね。それをね、ここ何日間か思ってたんです。で、まあ、ラーメンもらったっていうのもあったんですけど、で、ラーメンをじっと見て、なんで俺はラーメンを欲しがるの？いや、俺は多分ラーメンが好き。だって味噌スープも結局塩分じゃない？塩分を体求めてんのかなって。でも塩分をそれだけ外に出すってことは、やっぱり塩分ってやっぱ必要なわけですよね。体って多少はやっぱ出してる分取らなきゃいけないのかなと思ってこう食べる まあ我慢してるけどね。あ、それでね、さっき話したあの成人、あ、旅人の木。旅人の木ってね、要はこの扇形になって、まあ、ペタペタなわけですよ。まあ、クソでかいよ。ほんとクソでかい、もう、扇ですよ。で、その扇形の、その、旅人の木をですね、なんで、こう、ああいう形になるのかって、ここが面白いんですけど、こういうね、扇形になるわけじゃない。こうやってバーッと。で、薄っぺらいわけですよ。これって、方角を東と西を向くらしい。だから、両サイドで。そういう風に伸びるらしいんですよ。だから、旅人が方角がわかるように、その、旅人の木を見ると、あ、こっちが東で、こっちが西なんだってわかるように、伸びるらしいよ。面白いよね。俺それ聞いた時に、わ、植物ってすげえ、まあ本当かどうか知んない、それ書いたやつ1個しか見えないから。まあでもそれが本当だったらすごいよね。でもまあ本当のような気もするよね。こういうペタペタだしね、すごいなと思ったね。植物ってすごいよ。その割に人間見てくださいよ。ほんとくだんないよね。年賀状書いてバン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 地球破壊してんだから。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。